ソクラテス・ブラジレーロ参拝を受賞ザ・ビエラ・ジ・オリベーラは、ブラジル出身の元サッカー選手、元ブラジル代表。1983年には、南米年間最優秀選手賞に選出され、2004年には、ペネによって、フィファ100に選出された。実定のライーもサッカー選手であり、ブラジル代表として1994フィファ、ワールドカップで優勝した。父親が、 ギリシャ哲学の崇拝者であったためにソクラテスと名付けられた。プロサッカー選手としては珍しく医師免許を持ち、ドトールの愛称で呼ばれた。ベレンに生まれた。16歳で、ボタフォゴ SP の下部組織に入団したが、下部組織入団の翌年に、サンパウロ大学のリベーラ・オプレト医学校に入学し、サッカーより学業を優先して、練習にはほとんど参加しなかった。 1974年にトップチームデビューすると有力クラブからオファーが殺到したがプロ選手生活を送りながら単位を取得し23歳で大学を卒業するまでボタフォゴ SP に留まった。1978年にサンパウロのコリンチャンスに移籍するとすぐにレギュラーポジションを獲得してチームの中心選手となり、 6シーズンの間に297試合に出場して172得点を挙げた。1984年にイタリアのアッコフ・フィオレンティーナに移籍し、キャリアの晩年は母国の CR フラメンゴやサントス FC でプレーした。1989年、フルスボタフォンゴ SP でのプレーを最後に現役引退した。現役引退から10年以上が経った2004年。 50歳のソクラテスは選手兼任監督としてイングランドノーザンカウンティーイーストフットボールリーグのガーフォースタウニー AFC と1ヶ月の短期契約を結んだ11月20日のタドキャスター AFC 戦で途中出場して12分間プレーしこの試合がイングランドでの最初で最後の出場機会となった1979年5月にブラジル代表デビューし 1986年6月までに60試合に出場して22得点している。2度の FIFA フフワールドカップと2度のコッパーアメリカに出場したが、タイトルを獲得することはできなかった。1982年にスペインで行われた 1982FIFA フフワールドカップには、ブラジル代表のキャプテンとして臨んだ。テレサンタナ監督に率いられ、ジーコ、ファルカン、 トニーニョセレーゾと共に組んだ中盤は黄金のカルテットと呼ばれたが、一時リーグ初戦のソビエト戦で1ゴール、イタリア代表、アルゼンチン代表と競合が集った二次リーグでは、イタリア戦で1ゴールを挙げたが、2から3と敗れて敗退した。1983年のコパアメリカでは、決勝でウルグアイ代表に敗れて、準優勝に終わった。 1986年にはメキシコで開催された 1986FIFA フフワールドカップに出場、グループリーグ初戦のスペイン戦で1ゴール、ラウンド16のポーランド戦でも1ゴールを決める、活躍を見せたが、準々決勝で PK 戦の末にフランス代表に敗れた。長年にわたる飲酒と喫煙によって体が蝕まれ、2011年8月下旬と9月上旬には、 消化器出血と肝臓疾患を併発して入院し、12月1日には再び入院した。12月4日、腸内感染症による排血症のために死去した。57歳ボー妻と6人の子供に囲まれ、現役引退後は故郷のリベーロンプレットでスポーツクリニックを開業していた。重度の酒飲みであり、喫煙者であった。ソクラテスはインテリとして知られ、 多数の新聞や雑誌のコラムニストを務めたが、話題はスポーツだけでなく、政治や経済の分野にも及んだ。頻繁にテレビ番組に出演し、ブラジルサッカー界のご意見版的存在であった。死去時は 2014FIFA ワールドカップにおけるブラジル代表のフィクション本を執筆している最中であった。テクニックのあるプレイメーカーであり、測ったようなスルーパス。 広い詩や、フィジカルの強さなどで知られる。両足が自在に使え、得点力が高く、強烈なミドルシュートを得意とした。試合を読む能力も高く、ノールックヒールパスがお箱であった。あごひげとヘッドバンドが特徴であり、全世代のサポーターにとっての上品さの象徴であった。ありがとうございます。